皆様こんにちは、ゆきみです。いかがお過ごしですか？先月の2月の22日から今月の3月6日まで、神々の太陽、神々の光という初めての個展を開催しているんですけれども、北海道からいらっしゃったり、沖縄からいらっしゃったり、大阪からもご参加くださったり、スペシャルなイベントには全国の方々がいらっしゃいまして、ご縁に感謝しております。そしてあさって最終日に私がこちらの会場に来場しているんですけれども、先日も遠方からいらっしゃった方がいまして、せっかくなので時間の許す限りお一人お一人とお話をさせていただいています。その時に普段は YouTube や公式 LINE では文章でのご質問には、なかなか文章でお答えするっていうのは誤解があるといけないので、お返事をしていないことが多いんですけれども、今回もしお会いできたら、何か一つでもモヤモヤしていることだったり、聞いてみたいこと、ゆきみさんに聞いてみたいことあったらお声かけいただければ、時間の許す限りお話しさせていただきたいと思っています。 YouTube では会場は伏せているんですけれども、公式 LINE や Instagram の方に場所が掲載しておりますので、3月6日最終日、よかったらご一緒するのを楽しみにしています。何度でもご来店ください。そして先日いらっしゃった方で、びっくりしたんですけれども、同時に今回の個展は、いつも私がご寄付、毎月ご寄付させていただいたり、伊勢神宮の式年遷宮へのご奉賛金と売り上げの一部をさせていただいたり、あとは、国際 NGO ワールドビジョンジャパンの募金箱、そして認定 NPO 法人ロシナンテスガーライさんの募金箱を設置しているんですけれども、その募金箱にですね、封筒に入れて募金をしてくださった方がいたんですね。そしてちょっとその封筒がちょっと入り口をつかえていたので、ちょっと中を開けて、他のお金が入るようにと思って封筒から開けたんですけれども、そしたらですね、5万円のご寄付が入っておりまして、もう本当に皆様のお心に感動しています。そしてそのお金は募金箱に入れて、そして募金箱がそれでですね、イベント中はですね、毎回満杯になり、お札で満杯になりましてですね、毎回、取り出して、そのままカフェに置いとくとね、いけないのでっていうことで、カフェのオーナーさんからいただいて、募金箱の中だけ保管してくださいっていうことを言われているので、それを毎回大切に保管させていただいています。最終日が3月の6日水曜日となります。12時から5時まで私がおりますので、よかったら声をかけてください。一緒に来た方には全員、ほとんど全員の方と一緒に写真を撮らせていただいているんですけれども、もうすでに作品の写真も自由に撮っていただいているんですが、もう完売した商品がほとんど、作品がほとんどなので、写真を撮ってそれを待ち受けにしていただいたりですとか、絵に関してはもう今すでにキャンセル待ちみたいな方もいらっしゃいまして、でも現物を見て皆さんびっくりしましたっていうことで、感動してありがたいお言葉をいただいております。もうほとんどの作品が全てご予約いただいているので、今見れるのは6日までとなっています。よかったら、会いに来てください。ご寄付していただいたお金は最終日終了後に集計させていただいて、皆様に改めてご報告させていただきます。数
して売り絵の売り上げの一部も、私なんですか、新井さんと国際 NGO 法人のワールドビジョンジャパンさん、そして、式年遷宮のご奉賛金へさせていただきます。そちらも同時にご報告をさせていただきたいと思っています。そして3月6日はもうすでにお食事の予約はほとんどいっぱいかもしれないんですけれども、絵の観覧だけでのご来店や、ゆきみさんとお話ししたゆきみさんに会いたいっていう方の、お食事なしでのご来店も大歓迎ですので、よかったらご予約がいっぱいでもぜひ中を自由にご覧いただけるようになっています。来月の神社参拝は、都内の日枝神社を予定しているんですけれども、もうすでにご予約でいっぱいで、今キャンセル待ちも何十人という形でお待ちいただいているんですが、そちらも今、受付は終了となっているのですが、それ以降の神社参拝の方はまた公式 LINE からお申し込みやご案内させていただきますので、ご縁がありましたら。いつも皆様の温かいお言葉頂戴して感謝しています。いつも見ていただいてありがとうございます。今回も北海道や沖縄からたくさん全国の方とお会いできたこと、これから最終日お会いできることを楽しみにしています。何か皆様の幸せのヒントになりましたら嬉しく思います。の時はいつも私をサポートしてくださっているかおりさんとまきこさんが一緒にサポートしていただいているんですけれども、今回こちらの個展会場では私の娘の次女のみくがお手伝いに来てくれています。ちょっと似ている雰囲気のちょっと若い娘がいるなと思ったら、ぜひ声をかけてください。皆様とのご縁に感謝します。